皆さんこんにちは、まいのりです。ということで今回は、感度についてですねお話ししていきたいなと思います。で、まあすごい大事な回になると思うんですけど、今回は、はい、もしかしたら長、動画自体がね、長くなるかもしれませんけど、まあその辺はご了承ください。で、まあ、感度ってね、ほんと すっごく難しくて、僕ももう自分の感度見つけたり、まあ、感度調節したりっていうのはすごい時間かかりました。はい、なので、まあ、皆さんいろいろ苦労してるとは思うんですけど、まあ、たくさんね感度に関する質問をいただいて、まあ、動画撮ろうと思ったんですけど、感度のね動画ってたくさんあると思うんですよ。まあ、いろんな方がね出してると思うんですけど、まあ、僕はこの方法で、自分のね感度見つけて、で感度調節とかもこれでやってますっていうことをね、説明していきたいなと思うんですけど、まあ、これで、自分の感度見つかったり調節できたりっていう人もいれば、もしかしたらできなかったりするかもしれないんですけど、個人的にはね、そのエイムに関してのそのなんだろうな、情報というか、エイムじゃない、感度かとかっていうのはいろいろもう知った上で、自分なりの合わせ方とか見つけ方っていうのを見つける、見つける合ってるか、はい、ことが大事だと思うので、まあ、いろんな動画ある中、僕の動画も見ていただいて、でいろいろ自分で考えて、自分のね感度を見つけてもらえればなと、はい、思います。というわけで、まずですね、ちょっと今回あの4つかな、はい、4つ、まあ、流れステップ4つ、はい、ステップというか、まあ、お話したいのがあって、まあ、まず1つ目に感度についてですね、 XY 感度とか AM 感度って、まあ、そもそもどういうことなんですかというか、AM 感度って何って、そういう疑問とかあると思うので、一から説明していきます本当に、はい、で感度もねいろいろエイム感度に関して違った理解というか解釈してる人とかいたりするので、その辺もまあこの動画でね、いろいろ正していければ、まあ、理解してもらえばいいかなと思うので、で2つ目に感度探し、それからまあ調節ですね、感度調節の時に一番大事なこと、それからもうそれによって何がしたいのか、最終目標とかっていうのも説明していきたいなと。で3つ目に、その感度のズレにはね、僕の中ではその3つパターンがあると思うんですよ。でその3つのパターンについてお話しするのと、それからまあ自分がそのうちどれに当てはまってるのかっていうのをまあ診断してほしいなと、その方法を説明したいなと思います。で4つ目最後ですね、でその実際にね感度を合わせていくんですけど、まあ、感度を見つけたり していくんですけど、まあ、それにも優先順位があって、はい、まあ、それも説明していけたらなと。で最終的にこの動画を見ていただいて、まあ、皆さんの、ね、感度見つかったり、まあ、こういう風にね感度って合わせたりするんだなっていうのを、まあ、なんか感じてもらえればなと、はい、思います。というわけでやっていきましょう。まずですね、ちょっと その前に僕がいつも感度とか、まあ、エイム上達とかで使、やってるのがあの、まあ、テロハンなんですけど、まあ、テロハンは弾をねいっぱい補充できるんで、はい、やってるんですけど、テロハンの中でもこのテロハンクラシック、で人質回収、人質防衛、爆弾解除は全部オフにします。でテロハン、このテロハンクラシックだけオンにします。あとはオフにして、それからですねこのマップなんですけど、あのヘレフォードだけオンにします。このねヘレフォードだけ、あとはオフ。だから簡単に言えばあのヘレフォード基地でテロハンクラシックをします。それで感度調節は今回感度、探し感度調節はしていきたいなと、はい、思います。なので皆さんもぜひその設定でやってみてほしいなと思います。まあ、その理由はねこれからちょっと説明しますね。まずキャラピックなんですけど、できればね、まあ、ジャッカルじゃなくても全然いいんですけど、僕の場合そのショットガンも使うんですよこの、はい、感度調節とか感度探しに、はい、なのでジャッカルはねサブでショットガン持ってるんで、あと英国持ちでショットガン持ってるのがジャッカルなので、ジャッカルでいつもやってます。まあその辺は自由に、はい、ショットガン持ちやって、その後英国持ち違うキャラでやってみてもいいですし、はい、やってください。で、というわけでまず一発目ですね。あ、そう、ちなみにヘレフォード基地を選ぶ理由はこういう風に的があって感度調節しやすい、はい、っていう理由です。ちなみにジェームズ、ボブ、マイケルって名前を僕はつけてます、
はい、はい、というわけでやっていきましょう。まず第1、感度についてですね。この感度についてをね、違った違った解釈していると、結構大変なことになるので、はい、最初のうちでね説明していきたいなと思います。でまず感度ですね、3つ、 Y 軸感度、 X 軸感度、 M 感度あるんですけど、まあ、そもそもこれ何どういうことっていう、まあ、初心者の方は特に思うと思うんですけど、まずですね気をつけてほしいことがあって、Y 軸感度、 X 軸感度、この2つに関してはシージって、まあ、普通の FPS ゲームって、こうやって ADS 覗き込みしてる状態での感度、それから覗き込みしてない、この完全腰ダメ状態の感度、2つ、まあ、種類があります。今回ちょっとシージのお話ですね。で XY 軸感度、この今見た、X 軸感度、 Y 軸感度、この上の2つですね、この2つに関しては、この腰ダメ状態の感度、縦の感度、横の感度、それからですねエイムした時の縦の感度、横の感度、両方に反映します、影響します。はい、これすごく大事なんでね皆さん、で Y 軸感度、 X 軸感度は、ADS 時、その覗き込みしてる状態、それから覗き込み全くしてない腰ダメ状態の、縦横感度両方ですね、腰ダメージ、ADS 時、両方の縦横に影響していきます。はい、で、次にですね、このエイム感度。これに関しては、腰ダメ状態、ADS してない状態、銃を覗き込んでない状態では、全く関係ないです、このエイム感度は。まあ、わかりやすくちょっと、一旦1にしてみますね、1。まあ、1なんてする人いないんだけど、一旦1にしてみて、エイム感度、今1にしました。そうすると、エイムした状態のこの感度っていうのが、今僕、右スティックを思いっきり傾けてます。それでもこんな感じ。はい。ですが、完全腰ダメ状態には全く影響しません。はい。逆にね、今度、エイム感度を100にしてみます。で、この説明とかね、動画見ながら、どういうことって思った方は、一旦やってみてください。はい、エイム感度を1にしてみたり100にしてみたり、そうするとなんとなく理解できると思います。はい、100にしました。そうするとADS した状態、これ、ね、思いっきり傾きますよ。はい、さっきと全く違いますよね。まあもちろん当たり前なんですけど、エイム、ADS した状態だと、1から100にすると全然違います。はい、影響してきます。ですがこの完全腰ダメ状態、これだとさっきと全く同じ感度になります。はい、エイム感度を、変えたところで、この腰なめ状態の縦横の、感度に関しては全く影響がありません。はい、これだけはね、本当、間違いないようにしてください。はい、だからこのエイム感度を変えたところで、そもそものね、ADS してない状態の縦横の感度には全く影響しません。はい、それは間違いないで理解しておいてください。で、まずこれでね、感度についてのお話は終わりになるんですけど、次ですね、感度探し、それから感度調整の際に一番大事なこと、はい、のお話をするんですけど、まあそんな当たり前じゃんって思うかもしれないんだけど、とにかく自然体でいつもの感覚でプレイする、プレイというか、まあ合わせていく、それから探すっていうことが大事で、例えばね、今じゃあ感度をじゃあこれぐらいでいいかなって変えてみましたと。でよしやってみるぞってなった時に、こうやって敵さんにいるわけですよね。でこういつも通りにこう打って試していくと、そういった時に例えばですよ、感度思いっきり上げてみたぞ、はい、30から50、70、100と上げたってなった時に、人間ってね、今からじゃあエイム調節しますっていう風な状態でやると、自分が感度を上げたことを意識しすぎて、なんとなくね、いつもより右スティックの操作がね、こうなんか消極的になったりとか、ちょっとゆっくりめに触ってみたりとか、そういうことになっちゃうので、そういうことにならないようにいつもの感覚でやるために、とにかく自然体でいつもの感覚でやる。で調整中にその自分が変えた時の感度に
慣れちゃうとまた意味のわかんないことになっちゃうので、あの極力例えば感度変えて、その変えた感度でずっとこうやってやってると、そのうちその感度に慣れてきちゃって、これが自分のね、自分の適正感度だと思っちゃう場合があるので、そこだけね、まあ慣れてね、それが一番自分にぴったりきたっていうのだったらいいんですけど、錯覚しちゃうというか、これが自分に合ってる感度だと思っちゃって、実際テロハンとかあとマルチ行った時に、あれ敵に弾が当たんないぞっていう事態にならないように、はい、自然体でいつもの感覚で調整する、それから探すっていうことを、まあ、やってほしいなと。でそれから、最終目標としてはですね、最終的にその打ちたい場所、この場合ジェームズ、ボム、マイケルなんですけど、に一番弾を当てやすい、はい、その目標物に打ちやすいって思う感度が一番、ベストな、ね、感度だと思うので、いろいろ噛んでって、あこれかなって思った時に、とりあえずこうよし打ってみるぞと、適当にその目標物に向かって、もう何でもいいんだけど打ってみて、あなんか打ちやすいぞと、こうなんかいつものなんか動きで打ってみた時に、おなんか打ちやすい、これいいかもしんないっていう、その感覚的な、うん、これいい感じみたいなそういうのが本当にいいと思うので、でその後はそのある程度自分にねしっくりくる感度を見つければ、あとはあのテロハンで練習したりマルチやっていくうちに、あやっぱりこの感度合ってるなって思ったり、それからあちょっと早いぞって思ったりっていうところは、やっぱ練習しながらある程度調節していくところなので、あとの微調整はね、はい、だからそもそものこのエイム調節、エイム、エイムごめん、感度探し、感度調節の段階ではなんとなくこの目標物に打ちやすいなっていう、うん、設定を見つけることが最終目標にします。はい、ということで、じゃあ次、3つ目ですね。3つ目のお話ですが、感度のズレには3つパターンがある、はい、そう僕は思ってまして、で何、まあどういうふうに説明しようかな。 A 型 B 型 C 型あるとして、まあ自分がどれに当てはまるのかを確認してほしいんですけど、まずですね、この感度探しと感度調節の時に、まあ腰だめ状態の感度、それから ADS、 エイムした時の感度、両方合わせなきゃいけないわけですよ皆さんは。はい、そこで大事なのがまずですね、 ABC のどれに当てはまってるかを見つけてほしいんですが、まず A 型、はい、あの一番直してほしい A 型です。インフルエンザにしようじゃんA 型インフルエンザの方はね、もうすぐに直してほしいんですけど、まずこの腰ダメ状態、ショットガンを使った状態で敵に弾を当てていきます。うん、まずじゃあ横でいこっか、横で、これが全く当たんない人はもう今すぐ感度を変えてください。例えばね、こう当てたいのに思いっきり奥に余計に進んじゃう、はい、方は感度を、下げてください、今 Y 軸、ごめんなさい、X 軸感度ですね、 横の感度、はい、エイム感度じゃなくて横の感度ですね、 X 軸感度けど、あ逆に、届かない、毎回届かないっていう人は X 軸感度を上げてください。で次ですね、縦感度、まあ目標物は何でもいいんだけど、こうやって下向いた状態で打つと、でこれがまあちょっと待ってよ、これレティクルが見えてる状態、レティクルじゃねえ、これで上を打っちゃう、逆に上から打ちたい時に地面打っちゃうとか、そういう人は感度を下げてください、Y 軸感度ですね。これが打ちたい時にしっかり敵に弾が当たってる、まあ遠い敵でもいいですよ、これがちゃんと打ちたい場所に弾が飛んでいってる、そういう人はとりあえず XY 軸感度はそれで OK だと思います。これで A 型は OK なんですけど、ちょっと待って説明が難しいなまあ自分が A 型かどうかっていうのはこれではい、診断してみてください。よくね、
ショットガンとかじゃなくて、こうやって腰ダメ状態で向きたい場所にしっかり向けるかどうかを試してくださいっていう、説明もあったりするんですけど、僕はもう分かりやすくショットガンで撃ちたい敵に弾を当てれるか、それで判断してます。はい。でこれがダメな人は自分は A 型インフルエンザになってるんだなと思ってください。でその A 型インフルエンザを、ちょっと4つ目にお話したかったその感度調節のお話、優先順位とあとどういう風に合わせていくかっていうのもちょっと合わせても説明すると、そういう人は、こうやってねしっかり合う状態まで、まず右左と、横の感度を自分で、見てみて、早い人は下げてみる、X 軸感度ですね下げてみる、遅い人は X 軸感度を上げてみる、そういうことでしっかりこのまずはね A 型インフルエンザを克服してください。必ずですね、まず優先順位とし順位としては A 型を早めに直してください。で、Y 軸感度と X 軸感度って、ここでちょっと余談というか、補足でお話ししますけど、縦、リコイル制御ってありますよね。こうやって上に上がっていくものを、こうやって、そこで止めるために、スティックを下に下げながら、リコイル制御するわけなんですけど、Y 軸感度、縦の感度に関しては、エイム感度との関係性もあるんですけど、リコイルしやすいように Y 軸感度を上げたりする人もいます。はい。リコイルをね簡単に軽く下に下げるだけでできるように Y 軸感度を上げる人もいるので、 XY に関してはその人それぞれね、決め方があると思うんですけど、僕の場合はもう X と Y はこの A 型インフルエンザをね確実に治すためにもうここで決定します。はい。X 軸感度、Y 軸感度はもうこの腰ダメ状態の、エイム自分に合った、感度を合わせるためにも XY はここで完全にもう決定します。はい。で、Y と X 軸感度に関しては、リコイルがしやすいように変えてもいいんですけど、 Y を変えることによって、ショットガンとか使った時にちょっとね縦の動きが、あんまり自分の思ってにいかないとかそういう場合が出てくるので、とりあえず僕の場合は、XY 軸感度はこの腰並み状態で決定します。あとはエイムした時の、この感度ですよね、その向きたい場所に弾が行くかどうか、これに関してはもうあとはエイム感度で、こっちとこっちが今、腰並み状態で Y と X が決まりましたと。で次はあとエイム感度である程度合わせていきます。はい。で次にその B 型 C 型のお話なんですけど、B 型はまず置いといてですね、 C 型っていうのは完全エイムした状態で敵に合わせたい、そういう時に思ったより進んじゃう、ここからねこの人に合わせたいのに思ったより進んじゃう、はい、そういう場合が C 型インフルエンザです。はい。こういう人は私 C 型インフルエンザなんだなと思ってください。逆にねもう打ちたい場所にぴったり合いますっていう人はかかってません、 C 型インフルエンザに。それをちょっと診断してほしい。僕自分は C 型なのかどうなのかどうぞか、はい、診断してほしいんですけど、C 型を治すには腰並み状態と全く同じなんですけど、まず横ですね、だって合えばいいんですけど進んじゃう、思ったより進んじゃう、ここからねスタートして思ったより進んじゃうって人はまずですね、よいしょ、ここのエイム感度を下げてみます。はい。僕ちょっと今回ちょっと下げないんですけど、下げて、やってみてください。横を優先してください皆さん、横。はい。縦に関してはねあんまりね、例えばこうやって見ててここに顔が来ましたと、ここにねこうやって縦に関しては基本的に練習とかあとリコイル制御とかの関係性で、あとはもうテロハンとかマルチとかで、慣れていくと思うので、まずは優先するべきなので横の感度を優先して合わせていってください。でその合わせるのも、何度も言いますが、僕の合わせ方では縦と横はもう腰並み状態で合わせているので、あとはエイムの方で調節していきます。はい。でしっかり合いましたと、そしたら今度縦
縦の感度に関してなんですけど、さっきも補足でお話しましたが、縦に関してはもう僕の場合リコイルしやすい状態が Y 軸感度のベストだと思ってるので、言っちゃえばもう Y 軸感度は基本もいじらずに、横がねエイム感度変えた時に横が合えば、あとはもう練習でリコイル制御の、練習をする、はい、それだけでもう OK なのかなと思ってます。なので優先順位がすごく大事で、皆さん感度調節感度探ししてる時に、例えば遠い敵を撃ちたい時と近い敵を撃ちたい時の感度の感覚ってやっぱ違うわけじゃないですか、はい、それから腰なめしてる時の感度とエイムしてる時の感度ってやっぱわけが違うわけじゃないですか。けどそれを合わせるにはその X 軸感度 Y 軸感度それからエイム感度を全部3つ合わせて、しかもその3つって最初話したようにエイムしてる状態だとその Y 軸感度いじればエイムしてる状態の縦の感度にも影響するし、 X 軸感度をいじればエイムしてる時の、横の感度にも影響しちゃうので、エイムしてる時の合わせちゃったせいで腰ダメ状態のエイムが合わない、エイムというかこのなんだ感度が合わない、逆にエイムするとまた今度感度がちょっとずれてるぞとか、そういうことになっちゃうので、もう僕の場合 XY は腰ダメ状態でも決定します。はい、腰ダメ状態の XY これをもう合わせたら、あとはエイム状態のこの横のですねぴったり合うようにエイム感度を変えます。でこれ合えばあとはもう練習でリコイル制御はしていく、はい、そうすることで一番それが自分に合った感度なんじゃないかなと、僕の場合はそうでした、はい、腰ダメ状態優先順位としては腰ダメ状態 A 型インフルエンザをまず治す、はい、でその上で A が治れば XY はもう決定するので、あとはエイム感度 C 型インフルエンザですねを治すためにエイム感度を調節していくと、はい、それで C 型インフルエンザが治ると今度ね B 型インフルエンザも治っちゃうんですけど、 B 型インフルエンザって何ですかっていうことなんですけど、武器によってもねやっぱそこはちょっと差が出てきちゃうところなんであんまり説明したくないんですけど、こうやってね腰ダメ状態から敵に合わせにいく、こういう風にこの完全 ADS した状態に合わせに行くわけでもなく、完全腰痛み状態で合わせに行くわけでもなく、その中間ですね、こういう場面ってよくあると思うんですけど、こうやって歩いてたら敵が見えたよしってこうやって合わせに行くと思うんですけど、その B 型は、基本的にも A 型 C 型を克服すればおそらくほとんどの人が問題ないと思います。はい、でこれに関してはね武器によってもその覗き込みの速さって違うので、覗き込みが速い武器もあればこうビヨーンってゆっくり覗き込む武器もあるので、そこはねよく使う銃とかそれによってもその感覚って違うので、まあ、練習で慣れて、合わせていく練習もある、ことになるので、 B に関してはねもう練習も必要なので、基本はもう A と C のインフルエンザにかかってる人は感度をしっかり合わせていただくと、さっき言った方法でですね、で合わせてもらえればこの B 型にかかってる人もある程度は治ってくるんじゃないかなと思います。はい、僕はそれで治りました。てか全部が自分のやりやすいプレイしやすい感度になりました。はい、なのでねもうそういう感度で悩んでる方は一旦このやり方でやってみてほしいなと、はい、思います。まあ、こんなんで治ってわけないじゃんって思う人もいるかもしれないし、これ実際やって治るかも人もいるかもしれないので、まあちょっととりあえずねこういうやり方もあるんだなっていうふうに今回で動画で、はい、思っていただければいいかなと思います。まあそんな感じなんですけど、感度は本当難しい。はい、僕もいろいろ試したり迷っても大変でしたけど、この方法でもう悩むことが全くなくなったので僕の場合ですね。はい、ぜひこのやり方で皆さんも、まあ、一旦ね試してみてほしいなと思います。はい、そういうわけで、もしこの動画で感度見つからなかった、感度全然調節できなかったっていう方がいたらもう本当申し訳ない、
ですが、いろんな動画ある中でこの動画も参考にしてもらいつつ、いろんな動画も参考にしつつ、自分のね感度を、見つけたり、自分感度を調節方法を見つけてもらえればいいなと思います。というわけでここまで、なかなかご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。すいません、皆さん、XY 軸感度は例えばこう横合わない、縦合わないっていう人は X 軸感度、 Y 軸感度じゃなくて M 感度で調節しましょうっていう感じでお話したんですけど、微調整は XY で、はい、調節していただいても全然大丈夫なので大丈夫っていうか、まあそこは自由で、はい、例えば僕こう37とか60、まあ、37とかこう変な数字なんですけど、まあ、腰だめってねちょっとずれたところでそんな影響ないので、これがぴったり頭にピッて合います、合いませんとかそういうことじゃなくて、まあ、腰だめある程度当たればいいので、はい、ショットガンなので、ね、僕の場合合わせる方法そうじゃなくて、横がねちょっぴりなんか足りない、ちょっぴりほんのちょっぴり合わないけどエイム感度はもう変えたくないとかいう人は、まあ別にね X 軸感度 Y 軸感度ちょっとだけねいじったりしてもいいと思うので、もう最初ね腰だめ状態 A 型インフルエンザかかってて、ここもバッチリ合いましたと、なのでもう XY 軸感度決定しましたって言ったけど、まあ 100% 決定じゃなくてね、ちょっと1とか2とか3とか上げてみたいとかっていう時は上げたりっていう、そういうこの調整は全然大丈夫なので、そうじゃなくてこう縦が遅いぞっていうことで Y 軸感度をね一気にこう10、20上げたりとか、X 軸感度をもう30上げて AIM 感度を下げてみたとか、そういうことをしちゃうと逆に今度腰なめ状態の感度が合わなくなったりするので、それを避けるために XY 軸感度はあんまり変えないようにしてほしいってことで決定というお話したんですけど、ちょっとね、はい、変更は全然大丈夫なので、僕がダメって言ったのはもう一回お話しすると、もうちょっと長くてごめんなさいって感じなんだけど、例えばねエイム感度が30に してたものをエイム感度をじゃあ今度一旦80まで上げてみて、 X 軸感度 Y 軸感度をもともと50とかだったものを20まで下げてみるとか、そういうことをしちゃうと、最初お話したようにエイム感度は腰だめ状態の縦横の感度に影響しないので、このエイム感度と XY 軸感度の関係性を逆にエイムを思いっきり上げて XY を思いっきり下げたとかっていうことをやっちゃうと、今度腰だめの感度がおかしくなっちゃったりするので、はい、それを避けるために先に XY 軸感度を決定してもらって、その後にエイムをエイム感度で合わせていくっていう風な、方法でお話したので、はい、ちょっと本当に分かりづらい説明で申し訳ないっていうか難しくてね説明が申し訳ないんですが、ただ一応 XY 軸感度をねちょっと変えて見たいとかいう人は全然変えても大丈夫なので、そこだけすいません、変な風に誤解してもらったらちょっとやばいなと思ったので、ちょっと最後に説明させてもらいました。すいません。